トトロックへと申します。千葉県千葉市を拠点にしてるんですけど、今日は栃木にやってきました。ありがとうございます。本日最後の演舞ということで、今回、トトロック会なんですけれども、実は初めてのイベントお祭りの参加でございます。今年立ち上げたチームなので、はい、記念すべき第1回のこのお祭りはこの栃木よさこいです。ありがとうございます。で、初めてということで、今回土地よさ用に作品を作ってきました。ありがとうございます。初めてということで、初めての初に和和むですね、で伸ばし棒でウィナーという作品を作りました。この意味はですね、まあ、ウィナーという意味は勝者ですね。よさこいをやっていく上で、やっぱりライバルチームだとか、ここにこのイベントは大賞を取りたいだとか、そういう目標が皆様やってると、あると思うんですけど、やはり戦うのは自分自身なんじゃないかと。やっぱ自分自身に勝つ、毎回の演舞、納得いく演舞ができればいいものを見せられるという考えを持っておりまして、この土地よさ用にウィナーという作品を作りました。本日ですね、僕合わせて踊り子が4人なんですけれども、クラックの畑さんも、一緒に振ってくれるということで、一緒に会場を盛り上げたいと思います。本日最後の演舞です。全力で踊らせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。Thank you.